下がりました。よかったね。あとは目がちょっと赤いから、その目を目薬で治していこうね。で今日一日はチャイルドケア休んでゆっくりして、明日からまた行けるようにね、治そうね。いっぱいご飯食べるんだよ。はい、伊豆ちゃん今日はペンネにしました。はい、今日美奈子幼稚園休みだけど、伊豆ちゃんの送迎はするから一緒にね、ウーバーで行こうね。はい、はい、伊豆ちゃん頑張ってね、今日学校ね。今日はすごい晴れてね、風があって気持ちいい日だね。はい、じゃあ今日は火曜日頑張りましょうね。いってらっしゃい。うーん、怖い。この赤ちゃんが乗るところぶつかってきそうで怖い。赤ちゃんと一緒に乗れるからいいね、これはね。すごい貸し切りじゃん。ふぅー、イエーイ。おっと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 、転んでる。尻もついちゃったね。あ、行っちゃった行っちゃった。久々だね、こっちに来て初めてだね。嬉しいね。はい、みなくんの頼んだ焼肉丼すごい美味しそう。枝豆もついてるし、マヨネーズもついてます。やった、いい匂い。いただきます。シャウィンして、シャウィン。よかったね。いただきます。よかったね。これでもうパワーアップするよ。美味しいよね。パワーアップできるといいね。ママは唐揚げ。Thank you. よかったね、マイクラデキア。やってるよ、ね、こう英語で頼めたね。英語でね、ワンチョコレートシェイクプリーズって言ったんだよね。じゃあ通じたね。そしてパパとテレビ電話してます。伊豆ちゃんね、すごい上手にね、いろいろ描けるようになったんだよね、こうやって、はい、ね、塗り絵してきたりしたんだね。今日のプリントの成果はこんな感じです。だんだん英語も描けるようになってきました。まだまだちょっと難しいところがあるけどね。今のところ伊豆ちゃん C 判定をもらってます。 ABCDE って、もう一回描いてみる ね。伊豆ちゃん頑張ってるね。はい、伊豆ちゃんも美奈子もお互いにドライヤーをやって何でもかんでもできるようになったね。えらいえらい。そしたら歯を磨いて寝ましょう。うん、ひーちゃん上手。美容師さんみたい。はい、残りあと9日ね。それで一旦オーストラリア生活は終わりになって日本に帰るよ。はい、じゃあ明日は水曜日ね。あと3日頑張ろうね。はい、美奈子は風邪が治ってよかったです。はい、じゃあおやすみなさーい。今日は木曜日です。あと2日頑張りたいと思います。はい、今日から昨日買ったこの可愛いお弁当箱を伊豆ちゃんに持たせたいと思います。はい、みんなおはよう。朝7時です。ゆっくりね、起きてってね、だんだんとね。今ね、オーストラリアのね、アニメ、可愛いアニメやってるからね、そのアニメ見ていいよ。すごい可愛いアニメやってる、オーストラリアの。うるさいよ、ママうるさいよって言ってる。はい、じゃあ7時だからね、起きるよ。すごい可愛いアニメやってるからね、それ見ながらさ、ご飯食べよう。頑張るよ。ひなこ、なんでもう泣いてんの？どうしたの？ひなこ、また寂しくなっちゃった？じゃあ伊豆ちゃん、励ましてあげようね。大丈夫だよ、今日も1時半とか2時に迎えに行くから。今ね、8時ね。大丈夫だよ、みなこ。寂しくなっちゃったの？どうしたの？寂しくなっちゃった。寂しくなっちゃった。英語が分かんないってこと？それは違う。英語が分からない。英語が分からないし。そっかそっか。でもみんなに、あの、本当にとか Thank you とか What's your name ってね、毎日新しい人来るからさ、聞けばいいじゃん。あと日本語の先生もね、一人いるんだよね。あとおやつ3回あるから頑張ろうね。ね、頑張ろうね。みんなにね、もう挨拶したらね、すぐニコニコニコだからね。
みんなね、すごい優しいんだよね。大丈夫大丈夫、天球天球って言っても大丈夫だよ。頑張ってね。みなとのお仕事は何？言ってごらん。そうそうそう、みなと仲良く遊ぶことがお仕事ね。じゃあ頑張ってね。じゃあタッチ頑張って。みんなとね、仲良く遊ぶことがみなくんのお仕事ね。ママもお仕事頑張ってくるから。じゃあお姉ちゃんと行こう。はい、じゃあ番号押してみる。番号押してごらん。番号押すの好きなんだよね。みなくん、またさ、おやつのことさ、3回あるからさ、教えてくれる？ママにね。落ち着いて、ちょっと一旦ここで座ってちょっと休もう。それでから行こうね。それから行こう。もうね、4週目で後半だけど、もうね、泣いちゃいました。いつになったら泣かない日が来るのでしょうか。はい、今日はちょっとね、時間がギリギリになってしまったので、Uber で行きたいと思います。行ってきます。はい、みなくん、今2時、ママが迎えに行ったらニコニコでみんなで遊んでました。楽しかった？で、今からお姉ちゃんを迎えに行くから歩いていくよ。はい、いずちゃんを迎えに行った後は、みなくんとお友達とみんなで公園に来ました。ね、毎日みんなお友達とね、公園で遊んでるんだよね。上手上手、イエーイ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 。はい、いずちゃん、今日学校でしたこと、なんかとっても楽しかったことがあるみたいなので教えてください。みなくんはちょっと疲れちゃったのでぼーっとしてます。あ、すごい頑張った。いろんなに頑張ったね。ほら、英語で単語をね、こうやって覚えていくんだね。シャワーも、うん、あと色鉛筆も先生貸してくれたんだ。はい、いいじゃんいいじゃん。今日なんか一つ覚えた単語とかある？先生が言ってる言葉でなんか、うん、あ、大丈夫。なになになに？ Look at。 お、すごいじゃん。どういう意味なの？ Look at。 とクリスマスの、うん、ツリーの家を作りました、うん、あ、家を作った、工作したんだ。あ、クッキー、いいな、クッキーね。なんかもう疲れてぼーっとしちゃってます。で、このまま帰って夜ご飯食べてお風呂入って寝ようね、うん、最近もう7時半とかね、8時前にはもう寝るようになりました。すごい早いです、2人。ヤクルト。日本にね、帰国してしまうので、いずちゃんからお手紙を書きたいと思います。はいはい、じゃどれで書く？じゃあ、うん、これ、これね、このワンちゃん、はい、じゃ友達にね、ありがとうの気持ちを込めてお手紙書こうね。はいはい、みなくん、おやすみなさーい。おやすみなさい。はい、いずちゃんもおやすみなさーい。